8月15日、松山市若草町の中央児童センターで体で遊ぼうが行われました。これは親子と触れ合いながらアスレチックを使って体を動かし、子どもたちの健康や心を育成することを目的に開かれているものです。この日は親子合わせておよそ60人が参加しました。中央児童センターの方で月2回行っております体で遊ぼうというイベントで今日はやっておりまして、いつも体で遊ぼうは40分ぐらいこちらが自由に組んだアスレチックで遊んでいただいて、その後、また運動できるような新聞紙を使った遊びだとかバルーンを使った遊びとかをして、はい、自由に過ごしていただく感じになっております。そうですね、まだまだ暑い日が続いておりますので、こういう児童センターとかちょっと涼しくて室内で安心して遊べる空間がありますので、ぜひこのイベント以外の日にも遊びに来てもらえたらと思います。楽しかったです。楽しかった。一番何が面白かった？滑り台。楽しかった。一番何が面白かった？ダンス。参加した子どもたちは親に見守られる中、冒険心いっぱいでアスレチックを楽しんでいました。